ナンバーアンダーラインアイライブインツマラさんナンバーアンダーラインアイデビューからファーストアルバムまでの軌跡をナンバーアンダーラインアイファーストアルバム全曲レビューあなたのお気に入りはナンバーアンダーラインアイのファーストアルバム発売はファンにとって待ちに待った瞬間だった彼らの楽曲は多くのリスナーにとって単なる音楽以上の存在となっており日々の生活に喜びや活力を与えている 今回のアルバムは、そんなファンたちとの強い絆を感じさせる作品だと言える。これまでのライブや SNS でのやりとりを通じて、彼らはファンとの距離を縮めてきた。そして、その集大成とも言えるアルバムは、ファンの期待に応えるどころか、それ以上の感動をもたらした。リリースを祝うメッセージが次々と SNS に寄せられ、その中には、アルバムに込められた愛や情熱を感じたという声が多く見られた。 今回のアルバムが特に注目されている理由の一つは、収録されている曲それぞれが持つ多様性だ。それぞれの曲が異なる雰囲気やテーマを持ち、聴くものに異なる感情を呼び起こす。ある曲は、元気を与え、困難に立ち向かう勇気をくれる。一方で、別の曲は、聴くものを穏やかな気持ちにさせ、心の癒しとなる。このように、ナンンバーーアダイン1 I はリスナーの心に寄り添い、 あらゆるるシシチュエーションで共感をを呼ぶ音楽を提供している特に ILY という曲はファンから非常に高い評価を得ている。愛をテーマにしたこの楽曲は深い感動を与え、多くのファンが涙を流したと語っている。歌詞には言葉では伝えきれないような温かさと誰かを思う気持ちが込められており、それが聴く者の,の心に響く。こうした楽曲が、 ナンバーアンダーライン愛の独自性を際立たせているといえるだろう。彼らの成功の裏には、ファンとの密接なコミュニケーションがある。ライブや YouTube での配信、そして SNS での交流を通じて、彼らは常にファンの声に耳を傾け、それに依頼ようとしている。その姿勢が、彼らの音楽に対するファンの愛着をさらに強めている。ファンたちは、単なるリスナーではなく、彼らの活動の一部として、 一緒に成長してていいるると感じているのだこのような強い絆がナンバーアンダーライン愛とファンの間に築かれている。しかし彼らの音楽がこれほどまでに愛される背景には音楽そのものの質が高いことも挙げられる。楽曲のメロディーやリズムはもちろん歌詞の深みや感情の込め方までどれも計算し尽くされている。プロデュースやアレンジも優れており アルバム全体を通じて一貫した高いクオリティが保たれている。ファンだけでなく、音楽業界からも高い評価を受けているのは、このような理由からだろう。一方で、アルバムのリリースを機に、新たな課題も浮かび上がっている。それは、彼らが次にどのような方向に進むのかという点だ。ファーストアルバムがこれほど成功したことで、自作への期待がさらに高まっている。ファンはもちろん、 業界ののの関係者も彼らの次の一手に注目している音楽性をどのように進化させるのか、また、新たなテーマやメッセージをどのように取り入れていくのかが、大きな焦点となっている。また、最近の音楽業界のトレンドとして、デジタル配信や SNS を活用したプロモーションがますます重要視されている。ナンバーアンダーラインアイもこのトレンドにしっかりと対応しており、彼らの SNS での活動は、 ファンととの絆を強めるる大きなな要素となっているしかし、こうしたデジタルの波に乗りつつも、彼らはアナログ的な温かさを失わないようにしている。例えば、ライブでの性パフォーマンスや、直接ファンと交流する場を大切にしていることが、その証拠だ。彼らのファーストアルバムは、まさにこのバランスの取れたアプローチの成功例といえる。デジタルでの露出を増やしながらも、ファンとの物理的な接触を忘れない。 このような姿勢が、彼らの音楽が単なる流行ではなく、長く愛される要因となっているのだろう。音楽を作り上げるだけでなく、その音楽を通じてファンとどう向き合うかという姿勢が、ナンバーアンダーライン愛の強さの秘密だ。さらに、彼らのビジュアル面での進化も注目されている。特に、メンバーの一人である平野翔の髪型やスタイルの変化が、ファンの間で話題となった。 今回のアルバムに合わせて新たなヘアスタイルに挑戦したが、賛否両論が巻き起こった。しかし、このような意見の分かれるところも、彼らが常に進化を続けている証拠だと言える。ファンの中には、以前のスタイルを好む人もいれば、新しい挑戦を称賛する人もいるが、それ自体が彼らのクリエイティブな挑戦に対する関心の高さを物語っている。音楽だけでなく、 ビジュアルやパフォーマンス面でも彼らは新しいことに挑戦し続けており、それがファンとの間に新たな対話を生んでいる。ナンバーアンダーライン愛の強みは、このようにして常に変化を恐れず、挑戦し続ける姿勢にある。アルバムがリリースされるたびに、彼らの音楽やビジュアルに対するファンの期待が高まるのも、その挑戦的な姿勢が背景にあるからだ。これからの彼らにとっての課題は、 こうした変化をいかにして続けていくかということだろう。ファーストアルバムの成功は大きな成果だが、それに甘んじることなく、さらに新しいことに挑戦し続ける必要がある。ファンもその挑戦を期待しており、次の作品がどのように進化するのかに注目している。音楽というものは、私たちの生活に欠かせない存在です。日常の中でふと耳にするメロディーが、心に深く染み渡り、 特定の思いいい出や感情と結びついていく。その中でもアーティストとファンの絆は単なる一方通行ではなく双方が互いに影響し合う関係で成り立っていますまさにこの瞬間 No.1&I のデビューアルバムのリリースが多くのファンにとって特別な時間となりさらに彼らとアーティストとの関係を強める一因となりました No.1&I はそのエネルギッシュなパフォーマンスや独自の音楽性で すぐに注目を浴びましたが、彼らが初めてフルアルバムをリリースしたことは、ファンにとってもアーティスト自身にとっても、感慨深い出来事です。ファンはこのリリースを待ち望んでいたのは明らかで、多くの人が彼らの音楽に対する期待感や愛情を SNS を通じて表現していました。それは単なる、リリース日が楽しみ、というだけでなく、もっと深い感情に根ざしているものでした。例えば、 このアルバムが私の心を救ってくれるだろうという声や毎日忙しいけどこの音楽を聴くことで生き返るといったメッセージが次々と寄せられていましたこのような声からナンバーアンダーライン愛の音楽がただの娯楽ではなく多くの人々にとって心の支えであることがうかがえますこのアルバムのリリースに際して多くのファンは感動や興奮を隠しきれず彼らの SNS で喜びを共有していました 実際、アルバム発売日の朝には、多くのファンが、届いた、と喜びのツイートをしており、その中には、この瞬間を待ちわびていた、という心温まる声も多く見られました。そしてその後、彼らの感想が続々と寄せられ、ナンバーアンダーライン愛の音楽がどれほどファンにとって特別なものかが改めて感じられました。ファンの一人は、すべての曲がまるで宝物と表現し、他のファンも、 聞くたびに心が揺さぶられる、といったコメントを残しており、ナンンバーアーライン愛のアルバムが単なる音楽作品以上のものとなっていることがわかります。さらに、彼らのライブパフォーマンスも、ファンの間で大きな話題となりました。SNS 上で見られるファンの反応には、ライブ中に感じた興奮や感動があふれています。ライブのエネルギーが最高だった、性のパフォーマンスに圧倒された、といったコメントは、 その場にいたすべての人がナンバーアンダーライン愛と特別な瞬間を共有したことを示しています。特にリードボーカルの翔くんのダンスやボーカルに対する評価は非常に高く、彼のダンスは本当にキレキレでかっこよかった、成果が最高すぎて涙が出た、という声が多く寄せられています。しかしながら、彼の髪型についての議論も盛り上がり、前髪が少し短すぎる昔のストレートヘアの方が好きだった、という意見が一部のファンからは出ていましたが、 それもまたアーティストとファンの親密な関係の表れであるといえるでしょう。外見に関する話題が出るほど、ファンにとって彼らがどれほど身近な存在であるかがうかがえます。また、ナンバーアンダーライン愛の音楽が多くの人々の心に響くのは、そのメッセージ性にも大きな理由があると考えられます。ファンの一部は、この曲は私を支えてくれる、このアルバムを聴くたびに勇気が湧いてくるといったコメントを残しており、 彼らの音楽がただのエンターテインメントを超えた感情的なつながりを生み出していることがわかります。特に ILI という曲に対する反応が非常に強く、この曲を聴くと涙が出る、本当に愛を感じられる曲といった感想が多く寄せられています。音楽が持つ力はリスナーの感情を深く揺さぶり、時には人生の困難な瞬間を乗り越える力を与えるものです。そして、 ナンバーアンダーライン愛の楽曲がそのような役割を果たしていることは彼らの存在が単なるアーティスト以上のものであることを示しています。最終的にナンバーアンダーライン愛の成功の鍵は彼らがどれだけファンとの絆を大切にし続けるかにかかっている。音楽業界は急速に変化しておりデジタル化が進む中でアーティストとファンの距離がますます縮まっている。しかし その中でも彼らがファンとのリアルな接触を大切にし、音楽を通じて直接的な感動を提供する姿勢を忘れなければ、彼らの人気はさらに広がり続けるだろう。今後のナンバー・アンダーライン愛の活動が、どのように進化し続けるのか。新たな楽曲やビジュアル面での挑戦に加え、彼らがどのようにしてファンとの絆を強めていくのかが、非常に興味深いポイントとなっている。ファーストアルバムが示したように、 彼らにはまだまだ無限の可能性が広がっている。ファンと共に歩む道のりが、これからどのように進んでいくのか。すべては、彼らの次の一手にかかっていると言えるだろう。